本作の主人公、魔導士の卵アルルナじゃ。ぷよぷよ地獄の設立者、サタン様の趣味を阻止するため、アルルはぷよぷよ勝負でサタン様を懲らしめに、そしてサタン様敗北。気が狂ったのかサタン様は次にアルルに星空のハネムーンを申し込み、アルルとカーバンクルを丸ごとゲットしようとたくらむ。そしてサタン様敗北。サタン様ご乱心、今度はギャルにモテモテになるため、小麦色の肌をゲットする計画を立て、大王を切ってしまう。今作は主人公が3人おり、ドラコ、アルル、シェドの3人のストーリーが楽しめるようになった。そしてサタン様は、ハゲた。今度の舞台はサーカス。怪しげな団長にカーバンクルを手品の仕掛け人として選ばれる。見事、カーバンクルが消えて会場が盛り上がる。しかしショーが終わってからカーバンクルがいなくなったことに気づくアルル。そして盗んだ張本人はアルルとウリ二つの姿を持つ者だった。このドッペルゲンガーアルルはカーバンクルを手に入れ、本物のアルルになることが目的らしい。カーバンクルを取り戻すため、二人のアルルが勝負するも、本物には勝てず敗北。アルルはカーバンクルを取り戻すのであった。主人公健康、アルルから逃げ、突如消えたアコール先生の秘書の杖、見つけてくれたら先生がご褒美をくれるらしい。生徒たちは先生の秘書の杖を探すべく、いろいろな場所を探索する。アニティ編、見事、秘書の杖を見つけ先生に渡すと、先生がご褒美をあげなくちゃ、と声にするも、アニティは謙虚に振る舞ってしまい、ご褒美はいらないと認識され、ご褒美はなしになってしまう。ラフィーナ編、アコール先生の持ってるぬいぐるみのポポイの正体に気づき、アコール先生の計画も見破ったラフィーナ、杖を見つけたからにはご褒美を渡せと言わんばかりの態度を取る。しかし、アコール先生に背後からハンマーで殴られ、ポポイの正体のこともご褒美の剣も記憶をなくしてしまう。新主人公追加、寝ぼけた男の子、シグ登場。前作にも登場したいアニメガメくん、来る。さらに強くなろうと欲張り、持っている本の封印を解いてしまう。その結果、本の中に潜む魔物に体を乗っ取られてしまった。最初に怪しいグループに出会ったのは、シグと人間の魚王子。魚の姿に戻れる、星のランタンを見つけた魚王子と自分と同じ血を受け継ぐ者のシグの身体を乗っ取ろうとする怪しいグループ。しかし最後、星のランタンを奪われ、話も聞いてもらえぬまま放棄される赤い魔物とグループであった。次にやってきたのは、ラフィーナ。利用効果のある、月の石を目指してきた者の、すでに怪しいグループに封印の解除のために使用されてしまっていた。ラフィーナ、切れる、またも、敗北する怪しいグループ。とりあえずということで、月の石をラフィーナに奪われてしまう。しかし赤い魔物は、グループ本体のことを心配したのか、こいつの肉体はいいのか、特訓も、グループで良ければあげるとのことであった。最後の訪問者アニティ、グループがいつもと違うことに気づくも、気づく点がまさかのメガネだった。3度目になる敗北。最後の封印の特道具、大王の勝利を持って、行かれてしまったことにより、赤い魔物はまた、本の中に封印されてしまう。そして、いつものやりメガネ君ことグループが元に戻ってきた。時代が変わり、主人公がアニティからアンドリンゴへ、突如飛来してきたぷよぷよした物体、謎の少女、アルルからぷよの消し方を伝授してもらう。しかし頭痛で急遽退場、仲間たちと共にいろいろな場所を冒険し、全員を突き止めに、そこで出会ったのが、ダークな雰囲気のアルル。これを成敗すると、アルルの体の中から何かが現れた。こいつの名は、エコロ、時空の旅人であり、この世界をぷよまみれにしようとした張本人、ぷよの力を使うべく、アルルの体を乗っ取ったが、今度はリンゴの体を奪おうとする。しかし最後、終わり。